これ見た、これやばいよ。これね、持っとかないと倒れるんですよ、これ。やばい、めちゃくちゃや、これ。Far West Life。 はい、皆さん人生楽しんでますでしょうか。マサです。今回のスペシャルゲスト、サトシットブログスのサトシさんと一緒にですね、ラスベガスのダウンタウンに来てます。ハートアタックグリル、早速行ってみましょう。行きましょう。はい、メニューはね、こんな感じなんですよ。でもちろん僕はですね、今この一番でっかいやつ、ハンバーガーを頼みました。でちなみにここはですね、キャッシュオンリーだそうですね。ATM もちゃんとね、入り口にあるんで、まあ、カードしか持ってなくても大丈夫みたいですね。でここもですね、面白いドリンクがいっぱいあるんですよ。これを頼みます。早速来ました。お酒ですよ、お酒。There you go. And then just go back down. IB. And then stop. Okay. Oh, okay. And there's two cups, so you guys can share. ちなみにこれ、あの薬箱みたいな感じで、これ何頼んだんでしたっけ、ウイスキー？ジャックダニエル。ジャックダニエルをサトシさんは頼みました。これね、面白いですよね。僕はね、このジェローショット頼みました。お、あの注射器。とりあえず乾杯しましょうかね、久しぶりということで。はい、ということで、いきます。じゃあ乾杯。はい。これで、ね、飲むみたいです。これゼリーやけどめっちゃ濃いお酒、結構濃い。なんかこれ点滴のなんか飲み物で、ワインです。面白いな。でこれで閉じるのか、ちょっと。はい、じゃあ乾杯、ちょっと飲んでみましょう。うん、あ、これ美味しいね。お、いや、お、来ましたね。はい、サトシさんが注文したホットドッグ、結構でかいですよね。結構でかいね。こんな感じです。今ね、この点滴のワイン飲んだんですけど、これ美味しいですよね。これ美味しいね。でも普通に飲みやすいワイン。俺あんまりワイン好きちゃうけど、これはうまいわ。こっちにして正解かも。もう一個の方が多分めっちゃ濃いんで、レッドのめっちゃ渋いやつ、ね、これなんかちょっとピンクワインっていうか白ワインに近い、飲みやすいです。はい、ちょっとこれはないわ。これ強すぎたらしいですよ。まあそうよね。そりゃジャックダニエルウイスキーストレートで来るから。はい。これサトシさんが注文したやつです。ホットドッグ結構でかい。俺の顔と比べても結構でかい。あ、マスター、マスターも来ました。来た来た。わーお。わーお。This I have to hold this.Oh wow, okay. Alright, thank you. Can I take a picture of that real quick? Oh, okay. Oh. That is huge. How's it looking? Looking good. Yeah, I mean, I gotta hold this. Yeah, I don't know how to eat it. Like, should I just bite or something? Yeah, oh yeah? Okay. Or some people take it apart. Oh, right. Yeah. Okay, yeah, maybe well, I should. We're not gonna share it, don't worry about it. めちゃくちゃや、これ。すごいね、これ。ほら。これ見た、これやばいよ。これね、持っとかないと倒れるんですよ、これ。やばい。サトシさん、これ食べ方、これ人によって取ったりして食べてるって言ってるけど、やばいね、これ。 I'll try, but probably not. Yeah, I know, I'm gonna be spammed, I guess. Right. Right. Actually, I don't know how to eatBecause I have to keep holding this, so... じゃあちょっといただきます。うん、うん、まあ
肝心の味なんですけどね、中がウェルダンです。なんかもうどうやって食べたらいいのかわからんから、ヘルメットなしはそのまま、もう食べる前に感想言っていいですか？どうやって食べよう。はい、いやそれはもちろんかぶりついてください、このカメラの前で。私ちょっとお上品なので、はい、そういうことできないな。何言ってんの、豪華じゃないと危ない。じゃあ味につきます。終わった、これと一緒に食べたいんだ。どうですか？うん、美味しい。普通に、普通にソーセージも、うん、だいぶでかい、ボリュームがある。確かに太いね、サトシさんのあれぐらい太いんじゃないですか。ごめんなさい、変なこと言っちゃいました。 だそうです。以前見られましたんで。ごめんなさい、見たことない、見たことない、見てないっす。そんな感じじゃないっす。じゃあせっかく頼んだんで、これ僕頑張って食べます。ファイワスライフ。いや佐藤さん、はい、僕ね頑張ったんですよ。はい、頑張ったんですけど、はい、ちょっとあの5枚いけなかったですよ、4枚半。ちょっと頑張ってないですねそれ。いやだって いや、あのやっぱお昼で、ああ、そんなやっぱ僕ってほら夜の方が食べるタイプなんですよ。言い訳じゃないですけど、めっちゃ言い訳ですけど、はい、で、あとごめん、あのこれ言わせてください、はい、あの普通の食べ物だったら多分もっといけてたと思うんだけど、はい、あのずっとこのハンバーガーの肉なんですよ、はい、で、追い打ちをかけるように、はい、ほんま一番感想ね、ベーコンいらん。めっちゃしょっぱい、濃い。今度もうね、この玉ねぎとトマトで中和して頑張って頑張ってってやってたけど、うん、濃い。もうずっと同じ味がちょっと続くんで、はい、で飲み物がこのワインじゃないですか。ちょっとねきつくなってきましたわ。ちゃんと持って帰ってくださいよ。あのトゥーボーボックスね、はい、もらえたらもらおうかな。無駄にしちゃダメですよ。ちなみにあのジェローショットね、結構飲んだんですけど、はい、もう溶けてあのゼリーじゃなくて液体になってます。これね、液体になったらさらに濃い、あのアルコール強くなってる気がする。これ結構強くかけてる、はい、もうおすすめワインです。ワインね、ワイン、これほんま美味しい、うん、美味しかったすごく。ほんまね、このハートアタックグリル来たらこれは映えますよ。だけどほんまのおすすめやっぱこれやね、はい、天敵のワイン、これほんまめっちゃうまい、これ一番うまかったということで、あのこの後僕はナースからベタベタにされると思うんですけど、僕がめちゃめちゃに叩かれるシーンをよかったら見てください。これから僕はお尻をペンペンされます。あの今サトシさん僕が叩かれたんですけど、はい、めっちゃ痛い、思ってるよ、ほんま痛かった。めっちゃええ音鳴りましたけどね、自分で聞いててね、はい、いやもうちょっと僕ね、点滴入れますわ、点滴にね、はい、これちょっとこれで飲みますわ。ここ来たらあの叩かれたい人ね、はい、わざと残したら、はい、叩いてくれますから、はい、しかもね3回言うてたのに4回叩かれましたからね。僕なんか全部食べたのに、はい、
スパンクされましたよ。ね、M ですよね。はい、なんかスパンクされましたっていうか、自分から叩いてって言ってませんでしたか。そうでしたね、はい。で、はい、結構なんか気持ち良くなかったですか。M ですね、M。いや、M な人にはおすすめ。あのね、今となってはごめんなさい。ちょっとスッキリした。ね。ちょっとスッキリした。しましたよね。でもね、叩かれた瞬間、ほんま痛かった。Okay, I mean, it was like a stronger night. But right now, like, I'm so feel like, okay, that's good. Yeah. Actually, it feels good. Yeah. You guys get your whole experience. Yeah. Thank you. You're welcome. Satoshi-san, I'm different. Yes. Hot dog was tasted. Yes. It's wonderful.で、あとなんかこのセクシーなお姉さんのデザインが入ってるカップの、これ何ですか、スラッシュ？スラッシュです、はい。これなんか美味しそうですけど、どうでした？これが一番うまいです。あ、それが一番うまい。アルコールもなくて、はい、これが一番うまい。なんか自分だけいいところ持っていってるような感じですけど。はい、これはもう無理、これセクシー。あ、僕の残したこれね。はい、ひどい、もう。はい、頼んどいて、はい、全部食べないとは最低だと思う。そうですね、僕って最低です。あれどうだったんですか、あのジャック・ダニエル、あれどこやったんですか。これ なんか何気になんか隠してないですか。ジャック・ダニエルをお持ち帰りしました、はい、あ、お持ち帰りね、飲めなかった人は。ね、あの食べ物もそうだけど、飲み物を残す人って最低ですよね。あのお尻ペンペン、はい、まだジンジンするんですけど、はい、なんか気持ちよかったです。めっちゃ M じゃないですか。それ M ですよ。でこれ冗談じゃなくて、はい、みんなぜひこのハートアタックに来て、はい、お尻ペンペンされてください。はい、もうなんか新しい世界が待ってます。そう、もうお姉さんに強くお願いしますって、はい、ね、全部食べても、はい、お願いしますって言って、はい、もう靴でも舐めますみたいな感じぜひ、はい、もうあなたは M ですよ、 M。 ようこそ M へ。で別に俺 M ちゃうけど。ちなみにあのサトシさん的にこのワインどうですかね、この天敵の形したワインなんですけど、なんかな、はい、すごく飲みやすくて、はい、多分女の子とかがもしここに来るんだったら、はい、これ頼んだ方がいい。おお、なるほどね。あ、女の子に飲ませてほしいとかじゃなくて、この口をチューブに突っ込んで、それもしてほしい。お願いします。コメント欄お願いします、はい、感想ありがとうございました。Far West Life。 ちなみにハートアタックのトイレまでこんな感じ、面白いね。そして僕が頼んだハンバーガー、これですよ、ね。Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America. I hope you got to know a little bit about America by watching this channel. Please subscribe to this channel if you have an interest in America, and let's enjoy the Far West life.